どんぐらいですか。200匹とか。いや、それは言い過ぎです。過言でした。100匹以上ぐらいですな。100匹超ぐらいのリスたちがですが、おりまして、で、あと入った際にですね、手袋に餌をくれるんですよ。餌をくれましてる。そうするとリスたちがペン持ってきて餌を自分の手の上で食べてくれる。それがね、可愛くて可愛くて、ただリス乗ってくる写真を撮りたいけど乗られとって撮れんこのもどかしさもございつつ、これはね、まあ、こういったちょっとずっと待っとって撮られた写真。あとね、このロープウェイもですな、これ何遍だったの、15分に1遍くらい出るの。これだね、ずっと待ち構えて写真撮っては、まあ一緒やなと思ったら15分もずっとで、ベーッと撮ってます。ベーッと撮ってます。ベーッと3年ぐらいやって、これ言われてたの。45分ねえ、カズコの写真、アホみたいな撮り方してるでしょ。ちゃんとした写真をあんま撮らん。はい、こちらもね、これを入れることによって危ない、山登り危ないんだぞという警告をわしは鳴らしたいわけで、熊出るいっぺんも見たことないで、この石段だけでもね、雰囲気なんです。こっちだけをね、撮った写真もあります、あります。でもわしはこうずらしました。これがシンボルです。この写真の一番引き立てるためにこの石段がありますから。出没中、これはまあちょっとわしちゃんと撮ったんですか、珍しくちゃんと撮ったで、あんまり紹介したくない恥ずかしい。これもね見つけたと思ってました。こうね、こういう遠吠え書類の形がええなと思って、これもええ雰囲気出すためにあんまりちゃんと撮ったりしたこれはね、台に困りました。何したらいいかなと思って、台に。で、まあこれ流れるんですけど、このね、石垣や石段がね、作られた時からね、だいぶともう年月が経ち、ここにはね、小川も流れ、さらにはこの木々たちもね、岩の隙間からこうぐるっと切り出して入って、この時の流れやね、この水の流れや、いろんな年月も、そういったものが溜まって流れとるよっていう。真面目ね。いかんだ、ここから真面目じゃん。真面目ですけどもね、あえてここに草がペットここに草がついてるの、ちょっと特徴。ね、よっぽどね、もうこれヤギってね、すごいんですよ。草とか食べますでしょ。普通皆様が想像するに、まあ、四つ足動物でしたら、こう足をこうやってついて、で首を下げて、ね、足を下げたりして首下げて食べますでしょ。このヤギはまことすごいんですよ。こう首下げるのが偉いのか知らんけど、こうやって肘ついてこうやって前足をこうやって折って肘ついて食べとるんですよ。草を行儀悪と思いながらこれだね、ここら辺がもうすれて毛がなくなったもん。今日気悪いのおろし言いながらもうこうやってむしゃむしゃ食べとるんで、これ食ってとるのと、あれも、まあ真面目な。はい、出ました、問題作もうこれはね、先ほどご紹介いたしましてね、
はい、こちら、わしが撮った写真です、これわし撮りましたよ、これ切り身さっきの切り身のようでございましょう。ね、美味しそうじゃねえ。おかんしょ。その時じゃったかな、地図忘れてまいの、これ行って行き先だけは知らない。行く道中までここの道行ってこう行ってこうやって歩いていけば着くんですよ。これじゃけど登山口が一向にわからんわからん。これでまあええわと思って案内看板がござったんですが、わからんな、そこ行ってもねえんですよ登山口は。これだで、まあええわ登ったれと思って登ったら隣の山でしたこうやってなんか看板、頂上行ったらちょっと案内看板みたいなのがあって、原井戸頂上地って書いてあって、別丸の山なんですよ。で、あっち国見だけ、こっち御在所だけって書いてあって、わし隣の山登ったのかないっていう時に撮ったりします。あ、どうも。あ、これトームが撮ったって店で食べて、わしが撮ったんだな、これ。こちら、わしが撮ったんだというのも、撮っていや、これ、ええー、なぁ、トームのみんな見たかね。端っこから端っこまでこの、これわし、トームにも言ったんじゃが、トームの優しさ、持ち前が優しさかな、もう写真にまでにじみで撮るんだわおかしいじゃん。あの端っこにあるトーマスの星空とかな、見た？見たかね。うん、全てにおいてトーマの優しさが出とる。うん、何遍見てももう飽きる。そんなな、作品になっておるゆえ、ぜひな、もう何遍でもおかしいじゃん。あ、じゃないさては、もうトーマ、我らは次の人が控えておるゆえ、いかんか。大事にいたします。大事にじゃ。さあ、では皆の衆、この後は我ら別の人があるゆえ、大事にじゃ。ゆえんじゃな、本日は誠にありがとうございました。また会おう、さらばじゃ。ありがとうございました。お疲れさん。さらばじゃ。それでは、失礼いたします。